さん、こんにちは。今日は11月から配属になった紹介をしていきたいと思います。では、お名前を教えてください。はい、塩野美里です。はい、ご出身はどちらですか？はい、埼玉県の新座市というところから入りました。塩野さんが浪江プロモーション課に入ったきっかけは何ですか？はい、いろんな全国各地の自治体の PR を見たんですけれども、やっぱりその中でも一番浪江に勢いを感じたので今回応募させていただきました。聞いた話によると前職が終わりだとか。そうですね、東京の方で旅行会社で、営業をしておりました。なるほど、素晴らしいコミュニケーション能力です。ありがとうございます。塩野さんはお仕事で東京で働かれていて、はい、埼玉に住まれてたってことだったんですけども、はい、浪江に来てみて何か感想とかってありますか？まず浪江に来てまず感じたことが、空が広いっていうのを一番で感じました。で、夜はすごく星が綺麗なのですごく好きですね。埼玉に比べてやっぱり空が広い。実際に住んでみると、なんかこうイメージと違ったとか、そういうところってありました？そうですね、元から人は少ないんだろうなと思ってたんですけれども、はい、散歩をよく休日にするんですけれども、はい、ほとんど人に会わないのですごくのびのびと散歩ができます。はい、この辺どっか行かれました？よく私は川沿いを一人で、はい、歩いております。見かけたら声かけてあげてください。お願いします。今後どんなことしていきたいとかってありますか？はい、そうですね、浪江は今被災地としてさまざまな施設だったりツアーが行われていると思うんですけれども、これからもっと楽しい浪江、行きたい浪江というのを目指して観光地なども作っていけたらなと思っています。じゃあ最後に町民の方々に一言お願いします。はい、まだまだ浪江に来てから1ヶ月で知らないこともたくさんありますので、これから皆さんと関わっていく中でたくさん浪江のいいところを発見していきたいと思います。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は塩野さんの紹介でした。